はい、ということでね、今日はですね、7月の13日に行われますガンバ大阪対清水エスパルスの予想試合をやっていきたいと思います。で、フォーメーションはね、おそらく532、いつも通り532であろうと思います。で、前回の試合、FC 東京に3対1で、敗れました。で、これはもうね、原因はただ一つです。なぜやっとを使わないんだと。もうそこに、使ったんですけどね。使ったんですけど、スタメンで、使わなかったというのがあったんで、間違えた。それが全ての、原因でございます。で、あと、小野瀬選手が、前節から戻ってきました。どうなる怪我をね、していたみたいです。で、田中達也選手って言いましたね。山川戦の時、3点目のアシストをした、選手ですけども、またやった高尾だった。田中達也選手は、どこだったかな、どっかに移籍しました。で、藤原選手ね、怪我が治ったわけなんですが、また怪我を、してしまいました。ということで、またね、ベンチにも、入れれないという、ことでございます。メッシュのですね、メッシュの。あれ？メッシュのっていないの？相手でよかった。こんな感じですかね。で、確か渡辺一馬選手は怪我治りましたよね。なので今、藤原選手は怪我で、田中達也選手が、他のチームに移籍というようなことでございますので、一応この、感じでいきたいと思います。はい。これ、山賀戦の、小野瀬のところが違いますけど、ただ、ここ以外全部、山賀戦と同じ、3対1で快勝したね、山賀戦と同じ、フォーメーションですので、必ずね、これであれば、勝てるだろうと。やっととやっぱ矢島をね、共存させると、いいという、答えが出たわけですから、それをね、デスパス戦でも実行していきたいと思います。宇佐美選手はちょっと使えないということなんで、ガンバでも移籍はしたんですが、ちょっとまだね、試合には出れないということです。では、スタートです。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。今日はガンバ大阪対清水エスパルスのカードです。今日はホームチームはどうでしょうか。下位からの脱出を目標に掲げてきたチームですが、未だ下位グループから抜け出せていません。この調子では浮かび上がれずに終わってしまうでしょう。 J リーグ創設時代は鬼モスとも言われたガンバ大阪ですが、今やリーグ屈指の強豪チームです。近年はすっかり西を代表するクラブになりました。多くのクラブから目標にされています。
よいよ試合が始まります。ガンバ大阪ボールのキックオフです。おい、スローインです。何してんだよ。戦士たちよ、俺らの声が聞こえるだろう。俺らはいつものように今日もここにいるぜ。ララ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 ボールを渡してしまいました。入るか。キーパーが簡単に止めました。攻撃に移りたい。三浦玄太。ララ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 男三浦玄太。ララ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 ラ男三浦玄太。ボールを奪った。ファン・ウィジョーゴール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 。大宮ガンバ大阪青くろ戦い続けろ男たち我らの歌声響かせろ。大宮ガンバ大阪青くろ。おいおい、どうだろう今のは。やべやべ。ボールをダッシュ。寄せが早い。ファン・ウィジョ。倉田修。シュートを打った。よし、来た。コーナーからゲームは再開です。なんでエンボが面倒聞くか。コーナーを与えてしまいました。セットプレーからの失点は避けたいところですが、中を固められるでしょうか。見事なクロス。マジかよ。よーし、決まりました。ファン・ウィジョーゴール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 。いいですね、メッシのからファン・ウィジョー。うまいね。ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。主審が試合を止めます。はぁ、残り時間、選手が少ない状態でのプレーをしそれはないわ。主審が近くで見ていましたね。リードしていますから少し不用意なファールだったかもしれません。今のレッドカードはないわ。
繋いでいましたが、ここでボールを失いました。綺麗なタックルです。シュートを狙う。バイオンが飛び出しました。コーナーキックになりました。守備の陣形を整えています。ああ、じゃあこうしよう。プラタをここに持ってきて、交代選手がピッチの脇に待機しています。そうすると矢島がいいな。きっと前方に運びました。おい、タックル、ボールを奪いました。これはディフェンスの連携がいい。取った。ストップよ。合わせられるか。なんで誰もいないの。あ、そりゃそうか。フォワード5-4だからいるわけねえか。タッチラインを割りました。スローインです。スローインです。素早く入れましたね。あぶねえ。激しい叫びが一つになって、この空に答えする。ララ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 。激しい、そっちじゃねえよ。一つになってこの空にこだまする。うなってしまう気持ちもわかります。同点とはいきませんでした。前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。さて、前半が終了しましたが、やはりポイントになるのはあの退場でしょうね。あれはないわ、ね、危険なプレーでしたから。あれは絶対に退場になるのも仕方ありません。仕方なくねえよ。後半は足りない分をどう見てくるかですね。あ、仕方なくないわってな、うん、日本語が分かんなかった。嘘らしいね。これ決めてよ。誰これ、メシのか。後半の45分が始まります。一旦キーパーに戻します。これは残念、ボールを手放してしまいました。決定的なパス、さあ来た。止めます。そこ決めないか。あれ、食らったゴール、
あれくれたゴール数見せてあれあれくらったスーパーゴールあれくらったゴールあれくらったゴール数見せてあれあれくらったスーパーゴール。おい、そっちじゃねえよ。これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。かわいいのか今の。主審がイエローカードを出します。イエローで済んでラッキーかもしれません。もう少し冷静にプレーする必要があります。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。あぶね、あぶね、おい、何やってんだよ。相手は人数が減っていましたが、その利を生かしきっちりと決めました。やっていいんですかね、やっぱり。同点です。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。こういくしかねえな。タッチを割ってスローイン。なんでそこ決めろよ。この安ゆきをこの安ゆきを攻めるも守るも頼れる男。それも決めれないの？これはどうなりますか？ここは押し出します。このボールは決定。よし、決まった。大野瀬。オノセーブ、オノセーブ、素晴らしい。もう一回54に戻すか。
中盤で奪いました。今度安幸打ってきた。なんだそのシュート。ゴールに襲いかかります。かました。さあどうする。三浦玄太、試合はゴールキックから再開となります。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。危ねえ、すんだよそういう、そっちじゃねえよ。しっかり潰す。カットします。いいタックルだ。ボールをキープしました。このクロスを決められるか。スタジアムは大歓声、すごい熱気ですね。ここはチャンスですからね。相手にも大きなプレッシャーを与えています。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。三浦玄太、なんだそのパス。このボールは重要です。三浦玄太、倉田修、今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。中盤でボールをカットしました。はあ、主審がイエローカードを出します。イエローですのでラッキーかもしれません。もう少し冷静にプレーする必要があります。ピッチに選手が入ります。なんだそのパス。ボールを大きく押し出します。時間稼ぎだ。よし、勝ちました。これが試合終了となりました。しかし福西さん、相手より少ない人数でもよく守りきって勝利しました。はい、選手が少なくなっても一致団結できたところが結果的に良かったと思います。いやね、ちょっと退場者を出してしまいましたけどね、ちょっとあれは大誤審ですね。
素晴らしいね。これ何やってんだよ。これ惜しいね。いいセーブ結構連発してましたからね、このキーパー。これもね、もう絶対決まったと思ったけどね。で、このシュート素晴らしい。なんやねんってね、クリアやんか。はい、ということで、はい、ガンバ大阪対清水エスパルスの予想試合は2対1でガンバ大阪の勝利です。以上です。